作品を燃やすとか作品を手放すっていうのは非常に作家にとってはなんか苦しいことなんですけれども、この地獄絵を燃やすことによってこの世の生き地獄と化した、例えば戦争とか、例えば疫病とか、例えば私たちの心の中にある地獄と化したような感情、そういったものを、地獄絵を燃やすことによって消し去るような、そういった祈りができたらなと思っています。